覚えてないからね、歌詞。どっちかっていうとこういう雰囲気で言うとグレーのウィンターアゲインかな、雰囲気的に。まあどうしようかな、94で一番確実に空いてる席はトイレかな。何が空いてんのかな。これはとりあえずやっぱりバジオダメ、窓巻きダメ、やっぱ吉宗空いてるか、空いてるかも。わビシッと埋まってるやん。わあわあやってもうた。うつか？いいの？いや、わかんない。なんで俺ここにいるかわかんない、俺は。なんで俺ここにいんの？さあ実戦始まります。なぜこの台取ったかわかんないんやけど、ちょっと焦ましたね。まあ今で2月の第2土曜日、ゴッドがちょうど1ヶ月後ぐらいに入るんで、打ち納めっていう意味合いでちょっと今回ゴッド打ちます。で、ゴッドはね、結構今の収録は出るとき結構出てますから、全く夢がない感じではないです。これね、ゼオスは僕ゴッドゾロ引いたことないよね。それちょっと気に食わんっていうか、なんで初めて引けるはずやのに、もうね、多分4万回転ぐらい打ってんのかな、もうちょっといってるかな、5万回転ぐらいかな。宿に引けないってどういうことなんですよ。何倍ハマり、5倍ハマりぐらいかな、5倍ハマり以上ですよね。ロック、オーケー、ロック、マジか、マジ、投資2000、ロック、すげえ、マジか、ひょっとしたら初めてゴッドの朝引いた、何これ、マジ、ギャグで行った台が、あ、100か。いやーマジすげえ、何これ、てかゴ
が4台中3台当たってるよ。開始100円も回してないぐらい早い早い。終わりだ、何にもない本当に。ワーナスゼロ、熱いんすなく。バリー、はよ。積極的にあると良いな。寒い。やっぱり。はあ。せっかく完璧なスタート。できたのに。あー今？今じゃないでしょう。一緒に行けよ。19ゲーム。大丈夫だ、よかった、危なかった。ちょっとジュース買いに行く感じで行こうか。ちょっとね、ゴーって引けるような飲み物買っていくよ。脇台ゼロでしょ。うわ、バジもう出てるよ。ジャグラーもう開いてない、ジャグラーも開いてない。どれにしようかな。ペッパー、ドクターペッパーです。これならゴールでいけそう。ダメだ、ペッパー、ペッパー先生頑張ってくれるはず。もうゴッドゴッドね、痛いもんな、よう引けるもんな。なんで僕行かないんだろうな。出た出た出た、あー違う違うんだ。よし勝った、よし。ここを引いたらゴッドディッションなんでね。いやーありがとう、俺あーはは
さんね。まあ3本 OK、 いけるいける、楽しいな。やったやった、すごい調子いい、めっちゃ調子いい。やった、はい、あー目指せ、閉店まで終わらないこと、ゴッドやな、やっぱゴッド引かなあかん。おい、このセットも終わった、まだ2セットね。これね、いつも思うんやけど、まあ、ジャグラーね、アイペックで打ってるんですけど、いろんな話するんですよ、アオカルトとか、ゴッドも同じですよね、喋ったりする内容も、やっぱり、特に何もないじゃん、液晶には。だからこう、結構、トーク力にかかるような台やなって、自分はふっと思った。本当ね、特にノーリミット30分番組なんで、どんな話しようかなっていうのはすごい頭で悩んでる。仮に閉店までずっとデータとしても、仮にね、そうなっても30分番組4つにはならないよね。すごいコンパクトですからね、今度は。なのでどうしようかな、まあ考えとく。とくためになるようなこと俺言えとかな、言えないような気がするけど。やった、まあ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 、乗る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 、やった、やった、乗ってないやろな、きっと。お、乗った？いけるよ。1万5000万。いけるいける。この調子ならいけそうやな。とりあえず7セット前までは確定します。ラスト1ゲームでもうちょいで1000枚、倍率いいぞ。
まであるんで2セットがある。まあまあもう1回どでかいの引けるチャンスある。残り2セットです。今の ページが変わらんね。3月はね、ハーレス入るでしょ。2月末3月頭に入るんですけど、その直後にまあ、ツイッター見てる人はもう分かると思うんやけど、ウンボロポポスが出るんですよね。まあ言っと悪いけど、まあ神いないですよね。同じような感じなんですけど、本当にね、神を超える G っていうタイトルついてるからね、こうなんかキャッチコピーみたいな。本当にね、すごいですよ、その内容が。多分次のノーリミットはおそらくですけど、そいつ打つと思います。ね、ウンボロポップス、まあある意味今回トレーニングみたいなもんでしょ。こういうの欲しいな、もう一回。違うね。はい、もしくはもうブルブル、ちょうど僕がブルブルって言ってたら、もう左2台目がブルルってなってた。俺もブルルブルブルルして、あ、ブルブルするにはブルがいいじゃん。ブルブル、あとワンセットあるからね。そこは変わってほしかったな。ブルルル、やっぱり名前だ。7セット終了。目に見えた分だけで終わり。やっぱりね、ロコかもしれない。ガチのやつですよ、これは。すげえな、本当にロコだった。今頃ゼウスのロックって使おうか、ボールは使おうかも、まあ、エリートレックスになるありえますよね。
ットっていうパチスロー台があることを知り合いに言うとすげえなっていう、大丈夫っすかこれみたいな、まあ、大丈夫みたいですよね、こんだけ続いてるから。ファミ、まあゼウスっていうところがいいかな。次にゴッド、どうなんやろ、多分あの気に入らん人も中にいると思う。なんでギャンブルとゴッドを混ぜてんのみたいな、なんであのそのお金を使うこととゴッド混ぜてるっていうのはね、多分否定する人は結構いると思う。本当にね、絶対6、マジで本当に言葉ない、普通に多分6、なかなかね伸びているけどね、伸びてるけどパンチが欲しいな、ジャブばっかり。アカナはまあまあアッパーだったけど、ベールもう一回で継続、よし、ナイスワークトン。ナイスワーク、いいよいいよ、なかなかジャブバック、あ音楽変わった、よっしゃノリノリだ、音楽いいよね、よし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 、まい、何これめっちゃ順調、弱いな、
りますけど、どうした本当に。残り100ゲームで2セットもあるし、まあ、ちょっとこのタイミングで店内見て回ろうかな。ちょっと見て回ろう。まず吉宗は1、2台いいですな。でもまあ全体的に箱を使ってる台多いですよね、吉宗は。で北斗はまあ相も変わらずいつも通りですよね。かなりいい感じ。反応してないところが、まあ、北斗はやっぱり中の方が良さそうですよね。化け物語が、まあ、反応よくないかもしれない。分かんないけどね。奥すごいよ。奥は奥の角2と奥の角4、3。すごい、半端ない、めっちゃ面白い。え、本当に後で雪だるま作れるよこれ。ほらちょっとほら、めっちゃいい、めっちゃいいじゃん。目がない。20年ぶりらしいです。20年ぶり。あ、でも去年一回、去年ちゃう、2年前に結構降ったけどね。あれより降るってことか。よし、飯行こう。めっちゃいいじゃんこれ。あ、まだ残ってる。顔作りたいけどね。一生懸命雪だるま作ってるトムです。いいじゃん、かわいいでしょ。わかんない。よし、ゴート引くよ。氷演出ばっかり今日。待ってる？あっさり。え？ハテナだけできた。